はい、こんにちは、安藤ひかるです。久しぶりの、発声の動画ということでですね、やっていきたいと思います。で、しばらく歌の方をですね、上げていたんですけども、今日は発声のことをやっていきたいと思いますね。今日はですね、色のある響きと、硬い響き、この2つの、ことですね。あとは、最後に少しちょっとなんですけど、高音域について喋れたらなというふうに思います。で、今私もまだなかなかまだ、高い音出ないですし、まだね、歌の方もですね、まだやっぱり週2か3回ぐらいの練習ですもんね。まあ、学生の時はほぼ毎日歌ったんですけど、もうほぼ3時間、もう気づいた3時間は超えてたような感じですね。もう3時間ぐらいは夢中になって歌ってた感じなんです、学生の時はですよ。今はまあちょっとまあ、ね、体調もまだ万全ではないですし、歌うとすぐ疲れちゃうので、まあ週2か週3ぐらいで、まあのペースで歌っています。で、まあでもまあ練習時間もね、まあ30、20分とか30分とかですからね。まああれなんですけど、まあいいや。それでですね、まあ最初このや柔らかいというか、その色のある響きと、そう、もう一つはその硬い響きですね。金属的な響きというか、この2つの歌い方っていうのは、まあ声楽にありまして、まあどっちでも歌える曲っていうのを今日ちょっと用意しました。トスティですね。トスティの、リドーナミ・ラ・カルマですね。リドーナミ・ラ・カルマですね。リドーナミ・ラ・カルマですね。で、これをちょっと、取り上げてやっていきたいと思います。で、まず色のある声っていうことなんですけどもですね、まあ、この歯の裏あたりですかね、この口腔蓋のあたり、口腔蓋の前のあたり、ここに、響きを持ってくると、色のある声になります。ちょっとこう柔らかくて、こうふわっとした色のある音になります。なんですけども、もうこの声は色はあるんだけども、ちゃんと頬で飛んでいくんですね、これは。ちょっとこれやってみたいと思いますね。ピアノダメですね。じゃあまず柔らかい方からいきますよ。金属的な響きの方でやってみたいと思います。で、硬くて金属的な響きというのはですね、この鼻のこの辺に当てる感じですね。この辺ですね。Vai suonando una campana, sorge fedele pure.
この鼻のここに響かせる感じですね。でそうですね、ちょっと鼻腔をこうやってふんわり開けといた方がいいですね。こう鼻の中をこうやってこう広げる感じにするとこの硬い響きで出やすいですね。じゃああと高音域ですね。高音域はもうこれね最後の方が結構きついんですよ。そうですね。これですね。まあ専門的に言えばですねアデノイドって言うんですけども、アデノイドって言うんですけど、このね鼻腔のところにこう、なんていうのこれね、高い音出すとき鼻腔共鳴なんじゃないかって思うんですけど、鼻腔共鳴ではないんですよね。その鼻の通り道は開けるんですけども、このアデノイドのところに響かせる感じですね。でそれがこう、こうこの頭部にも、一緒にこう、まあ、仕組みがどうなってるのか分かんないですけど、とにかくこのアデノイドのところとこの頭部のところは同時に響くんですよ。そういう感じになるんですけども、そうするとまあ高い声が出るということですね。でまずこのさっきやったこの柔らかい響きの方でもいいですし、硬い響きの方でもいいんですけども、まずですね、まずここに当てます。リーリーリーで、まあね、柔らかい方だったらリーリー、どっちでも変わります。でこれを保ったまま、この発声を保ったまま、この鼻腔のところを開けていきます。こっちにこうふってやっていきますね。リードリードコイモリードナビラカイモリードナビティプレゴイヌビオソリードリードナビラカイモリドナビラカイマ、ちょっとダメですね。リドナビラカイマ、もうちょっとね行くといいんですかね。こう頭から抜けるような感じ。リドナビラカイマ、そうするとまあ高い声が出るってことですね。ちょっと私がですね、あんまりこう練習できてないっていうのがあって、自分でこう筋肉が、自分の喉の筋肉がまだついてきてないっていうのがありましてね。だまあ練習時間がやっぱり足りないですよね。まあそんな感じで、そうですね、高音練習するとこんなでいいですね。まあこれ女性の方は結構 やってますね。そうだな、ヴェルディで、まあ、ちょっとこの曲とはでちょっと全然カラーが変わっちゃうんですけども、ヴェルディの歌曲やロースパッツァーカーミノっていう歌があるんですよ。あれは本当テノールのために書かれた曲なんですけども、なかなかテノールが、まあ私もそうなんですけど歌えないんですよね。なんですけどあれなんかは結構いい練習なんじゃないですかね。ちょっと今楽譜ないんで歌詞間違ってましたけどね。あれ
神。これ歌えたらすごいですよね。うん、楽しいですよね。うん、スパッツァ神、シンヨレ、シンヨレ、スパッツァ神、ミスタルバッテフォグ、ペルポッキー、クワトリシンヨレ、シンヨレ、スパッツァ神、シンヨレ、シンヨレですね。シンヨレ、シン、え、シンヨレ、シンヨレ、え、どちら、どちら、シンヨレ、シンヨレ、シンヨレ、ロスパッツァカミンですね。シンヨレ、シンヨレ、シンヨレ、ロスパッツァカミン。ちょっと音程やばいですけど、うん、まあこういう感じですね。うん、じゃあちょっと最後にこのもうちょっと最後ね、あのこれ歌いきれるかどうかわかんないんですけども、リドーナミラカルバ、これ歌ってみたいと思いますね。うん、やっていただきます。じゃああの前奏だけ。Ridonami, ti prego.
rido d'amici prego, il mio sorriso rido da mille calma. Rido da mille calma. どうもありがとうございました。ね、今日はあまりまとまらなかったですけどね、久しぶりにこうアップできてとっても嬉しいです。どうもありがとうございました。